こんにちは、まさじまです。今日は HSP と仏教のとっても良い関係、三線について、この流れでお話しいたします。最初の方は、そもそも HSP ってどういうものなのか、ということについてお話をして、後半になるほど、この動画のオリジナリティが出てきますので、ぜひ最後までお聞きください。HSP という言葉もだいぶ普及してきましたけども、そもそもこれはどういう意味なのか、まず基本からお話したいと思います。 HSP のことを通称、繊細さんって呼ぶことがあるんですねで。これ非常にいい表現でありまして、実は HSP といっても、細かく分けると4通りの HSP があっても、共通しているのが繊細だということなんですね。だから繊細さんという表現は非常にいいんです。まずそれをインプットしていただいた上で、HSP っていうのは、Highly Sensitive Person の頭文字を取ったものです。これはどういう意味かと言いますと、センシティブでも敏感という意味なんですね。 そこにハイリー、とってもってことですね。ハ、は、イ、い、っていうのは上というかね、すごくっていうことですからで。パーソンは人ですから。とっても敏感な人をハイリーセンシティブパーソン、HSP、繊細さんと呼ぶわけです。どれぐらい繊細さんがいるかご存知ですかね。これは実に5人に1人、2割、20%が繊細さんだと言われます。 結構自分が繊細さんということに気づかずね、そのために余計生きづらく感じてる人もありまして、こういった動画を見て、あ、自分もそうだったんだ。なんかどうもうまくいかないな。なんか自分は違うなと感じてたけども、私は5人に1人の方の人だったんだ。しかもこの中にもいろんなパターンがあるんだということが分かって、なるほど、それは気づかなかった。自分が繊細さんと分かって、少しね、行きやすくなりました。楽になりました。こういう方も多くあります。 また自分が繊細さんでない場合もですね。あ、そういえばあの人、繊細さんなのかも、ね、だから他の人と同じように接しててもなんかうまくいかないの。あ、そういう人だから、接し方をもうちょっと考えようとね。自分が繊細さんでない場合も、ぜひこの動画で学んでいただきたいと思うんですよね。と言いますのも、この繊細さんというのはですね、今の世の中、結構生きづらいんですね。どのように生きづらく、どのように悩んでるかというと、 たくさんあるんですけども、その中で3つピックアップしてみました。1つは、人に振り回されやすいんですね。繊細さんは気遣いすぎて、もう使い果てちゃうとか、まあ、場合によってはね、都合のいい人みたいに扱われて、いいように使われちゃうっていう、こういう場合もあります。また、刺激に敏感すぎる。これで疲れちゃうんですね。まあ、音とか、匂いとか、光とかね、そういった刺激に敏感すぎちゃうので、で具合が悪くなったり。 すするとということもありますそして生きづらさを感じて、他の人と違う。自分はちょっとおかしいんじゃないか。自分の存在価値って何だろう。存在意義って何だろう。このように悩んで自己肯定感が低くなる傾向にあります。このような悩みを知っていただいた上でですね、さらに繊細さんの特徴というものをより細かく見ていきたいと思います。そもそもこの繊細さっていうのは病気ではないんですね。気質であります。 それに対して、打つというのは、これは病なんですね。繊細さんは病気ではありません。そして先天的なものです。生まれ持ったものです。打つというのは、後から病気になるということですから、後天的なもの。生まれつきではないんですね。そういう違いがあります。ただ、先ほど話したような悩みが多く、自己肯定感が低くなりやすい傾向になりますので、鬱つになりやすいんですね。そういう意味でも、自分は繊細さんとして、どういうことに気をつければいいのか。 どのようにすればいいのか。これを学ぶ必要がありますし、繊細さんに接する人はですね、そういうことを気をつけてあげないと、もう自分の接し方によって相手を鬱にさせてしまうということがあるので、しっかりとした正しい知識を頭に入れておくというのが、お互い大事だということなんですね。では、繊細さんの有名な4つの特徴。これは HSP を提唱したアーロン博士が言っていることで、d a と言われるものがあります。 これは最も一般的な HSP 繊細さんの特徴であります。DAZ っていうのは4つの特徴の頭文字を取ったものであります。今回の動画はですね、厳密な学問的な話よりも、イメージに残りやすい、理解しやすい、わかりやすい、そちらの方を意識して話していきたいと思います。まず最初の D というのは、ざっくり言うとディープの D で覚えていただけばいいですね。細かいところはともかく、ディープ、ディープは深いっていう意味ですね。 何が深いかっていうと、思考が深いんですね。深く思考する。そういう意味の D です。で、この長所としましては非常に慎重ですね。よく考えますから、慎重。しかし、悪い面から言いますと、考えすぎちゃうのでね、判断が遅い。決めきれないっていう。こういう問題、こういう短所とも言えます。また非常に哲学的、すごく深くね、物事を見ることができる。しかし逆に言えば、浅い話が嫌いでね。 そういった人とかそういった話題を見るとなんかしらけてつまんない、喜べないと。こういう場合も多くあります。次に、これもざっくり言うとオーバーの王ですね。そんなオーバーなとか言ったりしますけど、過剰なって感じですね、オーバー。何が過剰かっていうと、過剰に刺激に敏感に反応してしまうというオーバーの王です。良い点としましては、特に芸術的な感動が深いんですね。 細やかな、ね、音の旋律に感動するとか、繊細ですからね、繊細な心の機微に感動するとか、そういう芸術的な感動を味わうことができます。一方、短所としましては、傷つきやすいですね。ちょっとした言葉にでも傷ついてしまう。そしていろいろ刺激があるもんですから、それに疲れてしまう。こういう面もあります。次に、いい。これはエモーショナルであり、エンパシーであるという E ですね。 エモーショナルっていうのは感受性が高いということですね。エンパシーっていうのは共感力が高いということです。似ての言葉にシンパシーって言葉がありますけど、シンパシーっていうのはほっといても共感できるという。これはシンパシー。エンパシーっていうのは価値観が違うんだけども、そこに感情移入できる。自分と違う人にも共感できる。こういう力なんですね。良い点としましては、まあそのまんまですけども、共感力が高い。まあ、今日、共感力っていうのは非常に大きなテーマとして言われますので。 その共感力が高いっていうのは非常に優れた能力でありますね。ところが一方感情移入しすぎてしまってね、その相手に振り回されてしまう。自分軸じゃなくて他人軸で生きる傾向にありますので、その相手によって振り回されるし、自分の人生を生きている感じがしない。このように感じる場合も多く出てきます。そして最後が S。この S はまあセンスの S と思われたいですね。センスっていうのはセンスがいねえとか言いますけど、感覚のことなんですね。 五感などのあらゆる感覚が鋭い。音に敏感であり、匂いに敏感であり、味覚に敏感である。また肌も敏感でね。普通の服だとちょっとチクチクして痛いみたいな。まあ、こういうものを含めて感覚が鋭いわけです。さらに直感力が高いと。こういう調子もありますね。一方、刺激を受けすぎて具合が悪くなってしまうと、ね。うるさい音が聞こえると、工事の音とか、騒がしい音とか聞くともう具合が悪くなってしまう。 タバコの香りちょっとしてただけでも具合が悪くなる。まさに過敏でありますから、まあ、それで疲れちゃう、具合が悪くなってしまうと。こういう点もあるわけです。これが、細さんに共通する4つの特徴、DAZ と言われるものです。では次にですね、最初の方にもちょっと話しましたけども、実は HSP、細さんと一口言っても、細かく分けると言4通りに分けられるんですが、共通するのがこの真ん中にありますように、 繊細だとということです先ほど話をした4つの特徴、ダズ。これを持っているということなんですね。どちらも4だから混乱しやすいですけども、ダズっていうのは、繊細さんに共通する4つの特徴ということです。これからお話しするのは、繊細さんといっても、細かく分けると4通りになりますよ、という話です。先ほどは繊細さんに共通する分、これからは、 同じ繊細さんと言っても違う部分もあるんだよという説明になります。一番典型的な繊細さんがこの青の色で示されております内向的でですね、刺激はいらないっていう。これが最も典型的な繊細さんで最も多いんですね。で、わかりやすいですよね。ところが逆に言えば他の HSP はわかりにくいんですね。接する相手もわかりにくいし、本人もわかりにくい。 だから自分が HSP と気づかないんですよ。HSP って言葉はね、ある程度知っているけども。自分はちょっと当てはまらないな。だけどなんか生きづらいな。どうしてかな。とこう思っている方が、実は典型的ではないけども、それ以外の3つの HSP のどっかに当てはまるという場合があるんです。順番にお話ししていきます。まず、繊細さんにも、内向的な繊細さんと外向的な繊細さんがあるんですね。外向的なら繊細さんじゃないだろうと。 ままれるかもしせせんんがそうじゃありませんつまり人とは、ね、いろいろと接してやるんですけども、すっごい気使ってるんですね。逆に言えば、気を使うからこそ、積極的にいろんな人にこう関わるとするんですね。迷惑かけちゃいけない、役に立たなきゃいけない、心配かけちゃいけない、喜んでもなきゃいけないということで、いろいろと考えてね、頑張って、もう神経すり減らして、外交的にやるんです。だからこそ、最後、ね、じゃあお疲れ様って言って、家に帰ると、どーっと疲れが出るわけですね。 気を使いまくってますから。しかも自分が繊細さんと気づかないし、周りの人も全然繊細さんだと思われてないので、自分に配慮することもないし、周りから配慮してもらうこともないので、すっごく疲れてしまうと。こういう点があります。だから内向的か外向的か、これだけで繊細さんかどうかっていうのを判断できないってことですよ。外向的っていうのは表面の話ですよね。それに対して繊細っていうのは内面のことですよね。だから外面では内面を測れないということなんです。 これが二つ目の繊細さんです。次に三つ目の繊細さん。ん今度はこの緑色のところですけども。これは内向的で、かつ刺激を欲するというね。そういう繊細さんがいるんですよ。これさらにわかりにくいですね。え、繊細さんって刺激が強すぎるから刺激嫌じゃないのこう思われると思いますね。私もそう思いました。で、ちょっとこれややこしいんですよ。同じ刺激って言葉が使われてますからね。 しかし、同じ言葉は刺激でも刺激が違うんですね。どう違うかっていうと、ここに書いてる刺激を欲する刺激っていうのは、新たなものとか変化を求めるっていう、そういう意味の刺激を求めてるってことです。うるさい音とかですね、強い匂いとかですね、そういう不快な刺激はもうダメなんですよ。そうじゃなくて、ワクワクする新たな試みとか、それはもう OK 好きなんですよ。だけども、やっぱり繊細なんですね。 でどうなるかっていうと、結構自己矛盾が起きやすいですね。すごい頑張りたいんだけども、ブレーキかけちゃう自分。ね、いろいろ試したいんだけども、ちょっと心がついていかない自分っていうね。でどっちが本当の自分なんだろうかということで、まあ、矛盾に苦しむ。繊細さにも苦しむし、自分の生き方、心にもね、矛盾を感じる。そういう苦しみを抱えてしまうのが、この緑色の内向的で正義を欲するというタイプの繊細さんです。 そういう意味ではですね、私、この刺激を欲するっていうのはちょっと、こんがらがってしまうので、個人的にはですよ。一般的には言えませんけど、個人的には刺激を求める、求めないというよりも、保守的かね、非保守的か。こっちで分ける方が誤解が少ないんじゃないかなっていうふうにも思ってます。いわゆる刺激を求めないというのは、保守的でね、もういつもの通りでいいです。いつものお店で、いつものものものを買う。変わったことは好まない。 新しい人との出会いってすごいドキドキするす。もうよく私のことを分かってくれる人とだけ接したいっていうのが、まあ、典型的な内向的で保守的な繊細さんですね。この青の部分。で、黄色の人は新しい出会いを求めてるわけないんだけども、今いるメンバーの人たちに対して一生懸命気遣いをしてやっていくっていう。こういう保守的で外向的なのが黄色ですね。で先ほど話した緑というのは、人と接するのはね、 そんなに得意ではないんだけども、新しいお店だとかね、新しい服、流行り物とか、そういう変化や新しいもの、そういうものを好むっていうのがこの緑色であります。で、最後オレンジ色ですけども、これは外交的でかつ非保守的ってことですね。この人が最も通常の HSP から遠い、とても繊細さんとは見られない、そういうタイプの人になりますね。しかし、途中でも話しましたように、表面の問題ではないんですよ。 どんなに外交的だろうが、どんなに新しいものを求めて生きていようが、最初にお話をした、ダズというね、花瓶で繊細な心を持っていれば、やはり繊細さなんです。繰り返しになりますけど、形ではない、心だということですね。ちょっとこれ意外なところも多いので、一回では覚えきれないせ、整理しきれないかもしれません。私もそうでした。なので、またこの部分、感謝ある方は繰り返し見ていただければと思います。ちなみにですね、私も HSP の本を買いまして、 あなたは HSP 度どれぐらいかっていうチェックしたら100点満中90点を超えまして意外だったんですね。私の場合は典型的な HSP ではなかったわけなんですよ。しかもですね、時と場合によってなんかぐるぐるね、この4つ変わる感じしますね。つまり周りに人がいる時には外交的に気を使っていろいろやるんですけども。かといって、いつも誰かといないと寂しくて耐えられないかっていうと全然そんなことないんですね。一人家で黙々と本を出ても。 黙々とと作業してても、黙々ととこのね、YouTube 撮影をしてても、寂しくないんですね。なので、人と接しているときは外交的であり、1人でいるときは内向的な HSP って感じですね。そして、毎日同じようなね、ルーティンをして、保守的でも問題ないし、それが安心する場合もあるし、なんかこの部分に関しては新しいものを知りたいということもありますしね。いろいろ変わる感じしますね。もしよろしければね、コメント欄に、私はこのみどい,いろタイプですとかね。 私はこの黄色とオレンジを行ったり来たりしてますとかね。またこうじゃないでしょうか、ああじゃないでしょうかっていうお声をいただけると嬉しく思います。では改めてこの繊細さんの悩みに戻りたいと思うんですけども、繊細さんにはやはり特有の生きづらさっていうのを感じているわけなんです。先ほども話をしてきましたように、非常に繊細さんに優れた部分もあるんですけども、同時に難しい部分もあるということなんですが、その難しい部分と非常に 相性がいいのが仏教なんですね。特に浄土真宗。ここからがですね、この動画のオリジナリティなところでありますので、ぜひ後半も聞いていただきたいと思います。まず一つ目の悩みとして挙げました。他人に振り回されてしまう。人に合わせすぎ。そして最も困るのはもういいように疲れちゃう、利用されちゃうっていうね、都合のいい男、都合のいい女になってしまう。こういう問題ですね。これについて仏法をどう教えてるかということですけども、実はですね、仏教では、 親切をする相手を選びなさいと教えられてるんですね。これ意外ですよね。実は、親切をするときには、親切すべき相手があるんですよ。その相手を間違えると、その親切が絡まりになってしまう。余計自分を苦しませることにもなりかねないと。こう、ちゃんと教えられてるんですね。親切をする相手を3通りの田んぼに例えて、三田っていうんですね。これ見たと読まずに三田と言います。なぜ田んぼに例えられるかっていうと、 田んぼにはですね、種、苗を植えれば、やがてね、お米になって、何倍となって自分にこう返ってきますよね。同じように親切をすると、一旦その親切は相手のものになったように見えますけども、それが巡り巡って、回り回って、やがて大きな幸せとなって自分に返ってくる。だから、親切をする相手を田んぼに例えられておりまして、三トりあるから三連と言われるんです。その三つとは何かと言いますと、 教伝、恩伝、秘伝の3つです。教伝と言いますのは、尊うべき方、尊敬すべき人であります。あなたが尊敬している人は誰ですかと聞かれでね、両親です。とこのように答える人もありますしね。いや高校時代の恩師はもう本当にお世話になりました。ああいう人になりたいと思ってますとか、尊敬すべき、敬うべき、そういう人ありますよね。そういう人にはもうどんどんと親切するといいですよ。教えられます。 これは教伝。次が恩伝。これは御恩を受けた方ということですね。子供ができて、初めて本当の意味で親の恩を知らされたと。こういう方も少なくないんですね。また入社したてでね、右も左もわからないときに、お手取り足取り本当に先輩が、時に優しく、時に厳しく接してくれた、教えてくれた。あれは本当にありがたかった。いつか御恩返ししたいと。そういう人ですね。そういう人には思いっきり親切をするといいですね。で、三つ目の秘伝。 というのはこれは本当にお気の毒な方であります災害に見舞われた方とか、病気にかかってしまった方とか、そういう人はありますよね。そういう人に親切をする。この超電、温電、秘伝に親切をしていたならば、いいように使われるということはないわけですね。さらに詳しい話は別の動画できっちりお話ししておりますので,で、最後にリンクも貼っておきますので、より詳しいことを知りたい方。 こういう場合はどうなのっていう内容も大体網羅しておりますので、ぜひ感謝ある方はこちらの動画をご覧ください。二つ目の悩みとしまして、刺激に敏感すぎるということがありました。言葉変えれば競争が嫌いなんですね。ましてはや争いは嫌。まあ、誰でも争いは嫌だと思うんですけども、でも闘争本能が強いと思いますしね。また俺が勝つんだということで、俺が上に立つみたいな。こういう社会、多いですけども。 繊細さの場合はどちらかというとですね、みんな幸せになる方がいいじゃないですか。どうしてあの人よりも幸せになるっていうことが大事なんですか共に幸せになる方がいいんじゃないですかあいつよりマシだとか言うけども、あの人と一緒にその悩み苦しみを克服したいんですけどっていう、そういう心持ちでありますね。勝つために罵倒し合うとかですね、ギスギスするとか、もうそういうのがもうほんと辛い。もう見てるだけでもう苦しくなってしまうっていう、こういうタイプなんですよね。 実際はもう競争社会ですから、それでは生きづらくなるわけですよ。仏教はどうかっていうと、非常に平和的な教えなんですね。特に浄土真宗の開祖親鸞聖人の有名な言葉に、親鸞は弟子、一人も持たず候という言葉が、有名な単義称という本に書かれてあります。通は師匠と弟子、上司と部下でありまして、そして弟子よりも師匠になりたいし、部下よりも上司になりたいと。 こういう人がやっぱ多いわけですね。親鸞商人、鎌倉時代の方ですからね。鎌倉時代は封建社会、もう上下というのがバチッとあったわけですよ。そういう中に一切差別はない。人間に上も下もないんだ。と。この親鸞、そんな人の上に立てる立場ではない。だから親鸞は弟子一人も持たないのだ。と。このように宣言されてるんですね。これにですね、日本の人もそうですけども、海外の人もすっごい感動するんですね。 日本にもいろいろ根深い差別がありますけども、海外はもっと露骨で強い差別がもう長年根付いてるという場所もありますからね。今でもそうなのに、今から800年も前に、こんな平等の思想があったのか、弟子に一員も持たずと、素晴らしいと、ここに感動しましたという人何人もありますね。俺が俺がじゃないんですね。争って上に立つとか、ライバルを蹴落とすとか、争うとか、そうじゃない。みんなで幸せになりましょう。 こんな私でも幸せになれたんだ。みんな幸せになれるんですよ。共に幸せになりましょう。こういう精神なんですね。そして三つ目。言ってみればこれがね、悩みの根本にある部分なんですけども、そもそも自分自身の存在意義というものが感じられない。だから自己肯定感が低いと。こういう悩みを抱えている繊細さんが多いんです。これはもう自分自身の根本問題ですからね。 それがまずあって、人付き合いがどうとか、仕事がどうとか、あるわけですから。自分自身の存在意義が感じられなければ、これはね、どんなに人や物に恵まれてても幸福感が薄くなってしまうんですね。逆に言えば、ここが解決されますと、他の問題もですね、自然と緩和されていく、自然と良くなっていくわけなんです。でこの問題、別の言葉で言いますと、生まれてきた目的がわからないってことなんですね。 存在意義がわからないというのは、生まれてきた意味、生まれてきた目的がわからないということになります。つまり繊細さの傾向としまして、なかなか決断ができない自分、他の人はスパスパッと決断していくのに、自分はちょっとしたことでもなかなか選べない、決断力が弱い、みんな待たせて、迷惑かけてる。このように自己肯定感を低く感じる人ありますね。本当は白深いんですけども。また人にばっかり気遣っても疲れ果ててね、いいように使われて、 自分の人生生きていない。だから自分とは何か、自分の存在意義は何か、これがわからない。そういうことがあります。そして、こんな自分はね、とてもとても幸せなんかなれない。まあ高望みはしません。そこそこでいいんです。でもそのそこそこの幸せもなれないんです。悩んでる人も少なくないんですね。その中、仏教では、煩悩即菩提と言いまして、煩悩あるまんまで 母体、幸せになることができるんですよ。こう知られてるんです。精神的に強くなって、煩悩を抑える。煩悩をなくす。人から何を言るかね、気にしません。ビシバシ、ビシバシやってきますみたいな。これが理想の人間像に思いがちですけど、そうじゃないんですよ。人間誰しも欲があれば怒りもある。恨んじゃったり、妬んでしまったり、そういう弱い心がある。それが人間じゃないか。それを丸々認めるんですね。 そういう煩悩があるまんま、即というのはそのまんまってことです。煩悩あるまんま、菩提という幸せになれる。人間生まれてよかったという幸せになれる。こんな私が、こんな幸せになれて、本当にありがたいと。こう喜べる。能力の有無と関係ない。心の強さ、弱さと関係ない。あるがままで幸せになれる。私でも幸せになれる道があったっていうね、この喜び。これによって自己肯定感がもう、 一気に上がるわけですね。だから自分が素晴らしいというよりも、生きててよかったんだ。幸せになってよかったんだ。私の人生もかけがえがないもんだったんだっていうことがわかることによって、自己肯定感と言いますかね、人生っていうものは本当に意味があるもんなんだ。生まれてきた意味があったんだっていう、そういう喜びと自信に溢れるようになるわけです。特にこれを教えたのが浄土真宗なんですね。 浄土真宗の開祖親鸞商人は公然と結婚もし、子供さんもおられましたし、そして肉も食べた。当時は魚でしたけどね。いわゆる普通の生活したたんですよ。そういう煩悩を持ったまんま、人間らしい心を持ったまんま、幸せになれるんだよということを身をもって教えられた。これ世界で初めての人が親鸞商人なんですね。そして、仏の慈悲は空あるものに一重に重しと言われまして、 お様さまの慈悲というのはですね、そういう繊細なことに悩み苦しんで、何のためまで来たんだろう。自慢生きてても意味がないんじゃないか。自分の存在意義は何なんだろうと。とこう悩み苦しみ人にこそね、より深く慈悲がかかってくだされると。そういう教えなんですね。このようにですね、仏教には生まれてきた目的が教えられているんですけども、この辺も非常に大きなテーマですので、別の動画でね、またお話ししておりますので、これも最後に リンクを貼っておきます。関心ある方はぜひこちらの方もご覧ください。このように、繊細さんはいろいろといいとこを持ってる。その長所はどんどん生かしてもらいたいと思うんですけども、同時に生きづらさを感じる部分が3つありましたね。しかしその短所に思える3つも、その悩みがあればこそ、本当の幸せ、母体というものを求めようという心が起きるわけでありますから。それもですね、言ってみれば短所に見えたけど、実はすごい長所だったと言える。 だから HSP と仏教っていうのはとってもいい関係にあるということなんですね。今回の動画はその導入編みたいなものですから、今後もいろいろな形でいろいろな角度から、より詳しい内容をお話ししていきたいと思います。少しでもよかったなと思っていただいたら、高評価ボタンをお願いいたします。また、コメント欄でいろいろな感想、質問もお待ちしております。 チャンネル登録していただきますと、このチャンネルの更新情報も届きますし、私のモチベーションアップにもつながりますので、この丸いところを押していただいて、チャンネル登録していただくと嬉しく思います。また、関連の動画もね、こちらリンク貼っておりますので、ぜひこちらもご覧ください。それでは、また。